全部のシールを貼り終えたよ。みんな表情がとっても可愛いね。じゃじゃーん。今日の動画ではパーシーみたいにシールを貼っていくよ。こんな感じに完成はなっていくよ。では他の12345、5個のキャラクターをシールを貼っていくよ。よし、じゃあ最初はこちらのトーマスから貼っていくよ。トーマスがどんなになるかな。それー、はい、トーマスをシールを貼れたよ。正面はこんな感じに貼れてるよ。で、横はこんな感じだね。次はトビーを貼ってくよ。シールを貼る前はこんな感じになってるよ。じゃあ早速貼ってみるよ。えい。トビーのシールが貼れたよ。正面から見るとこんな感じだね。しっかり顔が作れてるね。で、横には7番のシールを貼ってあるよ。お次はゴードンを貼っていくよ。それじゃあ変身させるよ。えい。ゴードンのシールが貼り終えたよ。カラーはトーマスと一緒の水色がメインで、赤い色と黄色い色が使われてるね。次はハロルドを貼ってみるよ。それ、ハロルドが貼れたよ。横にはハロルドって入ったよ。で、プロペラを回すとこんな感じでシールを貼ってあるよ。正面こんな感じだね。で、こちら側にもハロルドって貼ってあるよ。で、ここに上にシールが貼ってあるね。シール貼ったらとっても可愛くなったね。最後はジェームスを貼ってみるよ。5番って書いてあるね。どんなになるかな。えい。ゴードンのシールを貼り終えたよ。やっぱりシールがあると鮮やかで一気に可愛さが増すね。全部のシールを貼り終えたよ。みんな表情がとっても可愛いね。